第二次世界大戦太平洋戦争南方作戦、ビルマの戦いビルマの戦いは、第二次世界大戦の局面の一つ。イギリス領ビルマとその周辺地域をめぐって、日本軍、ビルマ国民軍、インド国民軍と、イギリス軍、アメリカ軍、国民革命軍とが戦った。戦いは1941年の開戦直後から始まり、 1945年の終戦直前まで続いた。地名の表記については、地名の表記についてを参照。ビルマは19世紀以来イギリスが植民地支配していた。1941年の太平洋、戦争開戦後間もなく、日本軍は炎症ルートの遮断などを目的としてビルマへ侵攻し、勢いに乗じて全土を制圧した。 連合国軍は一旦退却したが、1943年末以降、イギリスはアジアにおける植民地の確保をアメリカと中国は延焼ルートの回復を主な目的として本格的反抗に転じた。日本軍はインパール作戦を実施してその規戦を制しようと試みたが、作戦は惨憺たる失敗に終わった。 連合軍は1945年の終戦までにビルマのほぼ全土を奪回した。日本人の戦没者は18万名に達した。勝利したイギリスとアメリカはそれぞれの目的を達成したが、最終的にはイギリスはアジアから撤退し、アメリカも中国における足場を失った。ビルマは1948年に独立を達成した。 第二次世界大戦当時のラングーンの風景ビルマは、インド、バングラデシュ、中国、タイ、ラオスと国境を接している。南北の最長距離は約2000キロ、東西の最長距離は約1000キロ、国土面積は68万平方キロである。南側は、ベンガル湾に面し、東部、北部及び、西部国境はいずれも峻険な山脈によって、囲まれている。 中央部は平原地帯であり、タイがイラワジ川が流れている。支流沈道院川を含むイラワジ川、シッタウン川、タンルイ院川がビルマの三大河川をなしている。気候は熱帯モンスーン気候である。5月中旬から10月までは雨季である。雨が1日中降り続くことはあまりないが断続的な激しい降雨に見舞われる。特にアッサム州から アラカン山脈に至る地方は、年間降雨量5000ミリに達する世界一の田打地帯である。雨季には河川は増水し、山道は膝まで屈するでいとなる。10月末から5月までは寒気である。ほとんど降雨はなく、乾燥して、草木は枯れる。シャン高原では最低気温が氷点下になることもある。浮入り直前の4月下旬から5月上旬には、 国書となり、平地では摂氏40度を超す日も少なくない。寒気には地面が固まって車両の通行は容易となり、機械化の進んだ連合軍にとっては有利な戦場となるが、不評にとっては残豪を掘ることもままならなくなる。1941年当時の人口は1 6 0万人、内訳はビルマ族が千百万人、カレン族が百五0万人、 シャン族が130万人、移住したインド人が200万人だった。シュトラン軍は人口50万の近代都市だった。国民の多くは敬虔な仏教徒だった。僧侶は町の指導者を兼ね、多くの町ではパゴダがランドマークとなっていた。寺院付属の学校は当時は全土で2万と言われ、識字率も高かった。ビルマの気候は稲作に適している。当時は、 農業の機械化は遅れていたが、米の年産は700万トンに達し、当時から米の輸出国だった。日本軍は、風魂加国などの人口規薄な山間部を除けば、食料調達を円滑に行うことができ、この点では日本兵が飢餓に苦しめられたニューギニアやガダルカナルとは異なっていた。ただし、戦争末期には、 日本兵による食料調達が半ば略奪の形となったことが数多くの従軍機、海藻録に書かれている。地下資源は、伊南城に当時イギリス領最大の油田があり、石油輸出も行われていた。墓ち、ボードウィン、バロック、ダボイなどの鉱山もあった。ビルマに接する中国雲南省西部地方は、南北に重層する標高3000メートル以上の山脈が連なり、 その間を深さ1000メートルもの峡谷を形成する土孔、乱倉孔などの急流が流れている。熱帯高原性の穏やかな気候で稲作も当時から盛んだった。ビルマは1824年に始まった英明戦争の結果、1886年にイギリス領インド帝国の一州に編入された。1935年ビルマ島地方が制定され、 1937年、その発行により、ビルマはインドから分離し、新ーン棄派のバーモルを主犯とする内閣と議会が設置された。しかし、イギリス人総督の拒否権はほとんど統治全般に、及び自治権は完全にはほど遠く、ビルマは植民地と自治領との中間的状態に留め置かれた。議会における自治権拡大運動は、イギリスの言った、 小党分立政策のため勢力を持つには至らなかった。ビルマ独立運動は1930年代に活発化した。運動の前衛は1930年に結成された多ン党だった。多ン党にはラングウン大学の学生が数多く参加しており、学生運動のリーダーとして活躍したのが多近温山やうぬラである。第二次世界大戦が勃発すると、 タキン党は、バーモーの新エタ党などと共に自由ブロックを結成した。ビルマ民族主義者の中には議会を通じた穏健な運動を目指す者もいたものの、タキン党は大英非協力と武装放棄を掲げ、インド国民会議派、中国国民党、中国共産党、日本など、いずれの外国勢力からの援助でも受け入れる考えを持っていた。 1940年に入ると、イギリスは自由ブロックに対して弾圧を加えた。バーモーラ首脳陣が相次いで投獄される中、オンさんは、同志らミーアンと共に、外国勢力からの援助を求めるために、クーリーに変装して密出国した。ビルマリュートの空撮画像日本と中国とは1937年に勃発した日中戦争の最中にあった。日本軍は、 沿岸部の主要都市を占領したが、中国の小解析政府は、重慶へと交代し、環境に交戦を続けていた。日中両国とも、国際社会に対しては、これは戦争ではないとの立場を取ったため、アメリカ政府は交戦国への軍需物資の輸出を禁止する中立法を発動しなかった。軍需物資の多くを輸入に頼っていた日本はこれにより、恩恵を受けていたが、 中国へのアメリカやイギリスからの援助も妨げることはできなかった。蒋介石政府への軍需物資の輸送ルートには以下があった。日本の参謀本部では1939年頃の各ルートの月間輸送量を次のように推定していた。香港ほか中国沿岸からのルート、6000トンソ連から新疆を経るルート、500トンフランス領インドシナのハノイからのルート、 1>, 1万0千トンビルマのラングーンからのルート、1万トンビルマルートとは、ラングーンの港からマンダレー経由でラシオまでの鉄道路、ビルマ鉄道とラシオから山岳地帯を越えて、雲南省昆明に至る自動車道路、ビルマ航路等を接続した全長2300キロの軍需物資の輸送ルートの故障である。省解石政府はトラックがどうにか通れるだけの、 山越えの道路を1938年7月に完成させていた。1940年6月、ドイツ軍のパリ占領を機に、日本政府はイギリス政府に対して申し入れを行い、ビルマ及び香港を経由する小海石政府への物資輸送を閉鎖させた。さらに日本は9月の北部仏印進駐により、仏印ルートをも遮断した。しかしビルマルートの閉鎖は、 アメリカの反発により3ヶ月間にとどまった。再開されたビルマルートを遮断するため、日本軍航空部隊は雲南省内の土港にかかる恵グミ橋と乱走港にかかる高架橋を爆撃したが、橋を破壊するまでには至らなかった。アメリカとしては、ヨーロッパでの戦局を有利に導くためには、蒋介石政府の戦争からの脱落を防ぎ、100万の 日本軍シナ派県軍を中国大陸に釘付けにさせ日本軍が太平洋やインドで大規模な攻勢を行えないような状況を作ることが必要だった。蒋介石政府への軍事援助は1941年3月以降はレンドリースポーに基づいて行われるようになった。さらにアメリカは志願兵という形をとってクレアリーシェンノートが指揮する航空部隊 フライングタイガースをビルマへ進出させた。1940年3月、日本の大本営陸軍部は、参謀本部付元船舶課長の鈴木刑事大佐に、対し、ビルマルート社団の方策について研究するような意地を与えた。鈴木はビルマについて調べていくうちに、多金島を中核とする独立運動に着目した。運動が武装放棄に発展するような事態となれば、 ビルマルート社団もおのずから達成できるであろう。鈴木は南駅用の偽名を使ってランーンに入り多金党院と接触した。そこで鈴木は恩ンさんたちがアモイに潜伏していることを知り彼らを日本に招くことを決意する。恩ンさんたちはアモイの日本軍特務機関員によって発見され日本に到着した。これを契機に陸海軍は協力して 対ビルマ工作を推進することを決定し、1941年2月1日、鈴木を機関長とする大本営直属の特務機関、南機関が発足した。南機関は、ビルマ独立運動家の青年30名を国外へ脱出させ、軍事訓練を施し、ビルマへ再潜入させて1941年の夏頃に武装を放棄させるという計画を立てていた。 1941年2月から6月までの間に脱出したビルマ青年は予定の30名に達し、ビルマ青年たちは海南島で軍事訓練を受けた。しかし1941年の夏にはドイツ軍のソ連侵攻や日本の南部仏印進中とこれに対するアメリカの対日石油禁輸など国際情勢の緊迫の旅は深まっていった。このような情勢した。 ビルまでの武装放棄の計画にも、軍中央から待ったがかけられた。1941年夏以降、アメリカやイギリスとの関係悪化を受け、日本軍は南方作戦を具体化していった。11月6日、大本営は、南方軍、第14軍、第15軍、第16軍、第25軍の戦闘序列を発し、各軍及び市が派遣軍に対し南方作戦の、 作戦準備を加齢した。南方軍総司令官には、寺内俊一大将、第十五軍司令官には、飯田章二郎中将が、親保された。一行陸海軍は、12月8日を、開戦予定日として、台米英乱戦争の準備を本格化した。それまで大本営はビルマへの進行は考えておらず、南機関の活動は、南方作戦計画とは、無関係に進められていた。 ビルマ作戦の詳細や兵力は、開戦時においてすら固まっていなかった。計画では、連合軍の反抗に備える防衛戦として、西はおおむねビルマを確保するとされていたが、占領地域を南部ビルマに留めるのか、あるいはビルマ全土に手を広げるのかは未定だった。日本軍が使用できる兵力も限られており、第15軍を編成した当初の目的は、 マレー作戦を実施する、第25軍の背後を確保するためであって、ビルマ作戦を実施するためではなかった。ビルマ作戦に関する大本営の考え方は、初戦の快進撃に応じて、逐次具体化されていったのである。日本軍のビルマ進行作戦日本軍のビルマ、中北部進行と連合軍の退却経路太平洋、戦争開戦後間もなく、日本軍は、 ビルマ独立義勇軍の協力のもと、イギリス軍を吸収し、シュトラングーンを早期に陥落させた。ビルマ中北部では連合国軍に、小海石が送った遠征軍も加わり、激戦となったが、日本軍はビルマ全域を制圧した。連合軍は多くの犠牲者と捕虜を残して退却した。ラングーン陥落1941年12月8日、日本は、 アメリカ、イギリスへ、戦線布告し、太平洋戦争が開始された。開戦と同時に、第33師団及び、第55師団を機関とする日本軍第15軍は、タイへ進駐し、ビルマ進行作戦に着手した。まず、宇野師隊が、ビルマ領塞南端のビクトリアポイントを12月15日に、占領した。南機関も、第15軍指揮下に移り、バンコクで、 滞在中のビルマ人の母兵を開始した。12月28日、ビルマ独立義勇軍が宣誓式を行い、誕生を宣言した。対ビルマ国境は十分な道路もない険しい山脈だったが、第15軍はあえて山脈を越える作戦を取った。沖地隊は1942年1月4日に国境を越えてタボイへ向かい、第15軍主力は1月20日に国境を越えて、 モール面へ向かった。ビアも日本軍に同行し、道案内や、戦舞工作に協力した。日本軍は、山越えのため十分な補給物資を持っていなかったが、ビアとビルマ国民の協力により、休養には不自由せずに行動できた。さらに、ビルマの青年たちは次々とビアへ身を投じた。モール面を含むテマセリウムを守るイギリス軍は、A イン軍第17インド士団だった。 しかしこの部隊は、準備不足で、日本軍の吸収を受けて、退却に移り、2月22日、アーチボルド・ウェーベルは逃げ遅れた友軍を置き去りにした、ママ・シッタン側の橋梁を爆破した。日本軍は、サルウィン側とシッタン側を渡って進撃し、3月8日、シュトラングーンを占領した。ウェーベルは、責任を問われて解任された。連合軍総退却ビルマから脱出する。 スティルウェルアメリカ政府は、ジョセフ・スティルウェル陸軍中将を中国へ派遣した。スティルウェルは中国で、駐在武官として勤務した経験が長く、事情に通じ中国語も堪能だった。紹介席は、ビルマルート確保のために遠征軍を送ったが、アメリカ政府は、遠征軍をスティルウェルの統一指揮下に置くよう要求し、紹介席も、実質上の指揮権を留保しつつ、これに同意した。 中国軍はビルマ中北部に到着し、ウィリアムス・スリム中将が指揮を引き継いだ、ビルマ軍団、シェンノートの率いるフライング・タイガースと合わせて、体制を整えた。日本軍では、シンガポール攻略が予想以上に順調に進展した、ことから兵力に余裕が生じていた。そこで、ビルマ全域の攻略を推進することとし、第18師団と第56師団をラングーミへ増援した。 両軍の戦闘は各地で激戦となった。特に、孫立人少将の率いる中国軍新編第38市は4月17日からの3日間、イナンジョンにおいて第33師団と激しく戦った。だが4月29日に第56師団がラシを占領して中国軍の退路を遮断し、5月1日に第18師団がマンダレーを占領すると連合軍は、 次第に崩れ始めた。第56師団は、ビルマ、中国国境を越えて、雲南省に入り、5月5日土港の線まで到達した。中国軍は土港にかかるビルマルートの名脈、めぐみ通卿を自ら爆破した。連合軍は、総退却に移った。中国軍の大部分は、雲南へ、村立人をはじめとする一部は、スティルウェルと共に、風魂加国を経て、 インドのアッサム州へ脱出した。スリムのイギリス軍とビルマ総督、レジナルド・ドーマン・スミスは、人道院側を渡り、インパール方向へ退却した。5月中旬からビルマは浮きに入り、連合軍の退却は、困難を極めた。将兵は疲労と餓とに倒れ、多くの犠牲者と捕虜が残された。5月末までに、日本軍はビルマ全域を制圧した。延ルートは、 実はもう一つ生き残っていた。アッサム州のチンスキア飛行場からヒマラヤ山脈を越えて昆明へ至るハンプ越えと呼ばれる空輸ルートである。危険性が高く輸送量は月量5000トンが限度だったが人と物資の往来は続けられ中国軍は戦力を蓄えていった。日本軍はハンプ越えを遮断すべく浮き明け後の10月頃を目標に第18師団と 第33師団をもってインド北東部へ進行する21号作戦を立案した。だが補給確保の困難を理由に第18師団長、牟田口連也中将も反対し、作戦は実施には至らなかった。開戦時には日本軍はビルマの全面占領までは意図しておらず、第15軍は軍政部を持っていなかった。那須義雄大佐を長とする。 軍政部が設置されたのは、ラングーン占領後である。5月13日、マンダレー北方のモゴク監獄から脱出していたバーモーが日本軍憲兵隊によって発見された。これまで、ンさんもビルマの指導者としてバーモーを推奨していたこともあって、8月1日、バーモーを行政府長官県内務部長官としてビルマ、中央行政府が設立され、長官任命式が行われた。 ビアはビルマ作戦が終了した時点で2万3千人に傍聴していた。規律は士官し、部隊への休養も問題となっていたためビアは解散された。選抜した人員をもってビルマ防衛軍が設立された。日本軍は戦勝後のビルマ独立を予定し、ビルマ国民の軍政への協力を要求する一方で、批判的な民族主義者や若い多近党員の政治参加は抑圧した。 アキャブでの連合軍の反抗の初動は失敗したが、チンリット部隊は1回目のビルマ侵入を果たした。連合国は東南アジア連合軍司令部を創設し、スティルウェルは中国軍の再建に着手した。バーモー政府は日本の後押しのもとビルマ独立を宣言したが、日本軍の占領政策にはほころびも出てきていた。対面鉄道の経路対、 ビルマ国境のテナセリム丘陵,陵北部のビラークタウンサブレンジにはイギリスによる鎖国政策のため鉄道は愚か満足な道路も整備されていなかった。日本軍は補給ルート確保を目的として山脈を超える全長約400キロの鉄道を計画し建設工事は1942年6月から開始された。工事の指揮は鉄道第5連隊及び 第9連隊が取り、作業員として、捕虜6万2千人、募集で集まった、タイ人、数万人、ビルマ人18万人、マレー人8万人、ランイン人4万人が参加した。日本軍は、人海戦術による特艦工事を要求し、武器の間も強引に工事を進めた。作業現場ではこれらが流行し、約半数とも言われる大量の死者を出した。 こうした犠牲の上に、鉄道は1943年10月に開通した。1942年から1943年の寒気、ビルマ戦線の連合軍にはまだ本格的反抗に移る余力はなかったが、二つの限定的な作戦を実施した。第一は、ビルマ南西部のアキャブの奪回を目指した作戦。第二は、 チンリット部隊によるビルマ北部への侵入作戦である。アキャブはベンガル湾に面し、インドとの国境に近い最前線の用地だった。守備隊は宮脇市隊だった。1942年12月、イギリス軍第14インド師団が国境を越えて南下した。宮脇市隊はアキャブ前面まで交代し、堅固な陣地を構築した。イギリス軍がこれを攻めあぐねている間に、 日本軍第55師団が援軍に向かった。1943年3月末、第55師団主力はイギリス軍が横断不可能と判断したアラカン山脈を踏破して第14インド師団の側面を吸収した。奇襲は完全に成功し、第14インド師団は包囲されて大損害を受け、作戦開始地点まで後退した。こうして連合軍の反の初動は、 日本軍の解消に終わった。ビルマへ侵入するチンリット部隊第2の作戦は、オード・ウィンゲート准将の発案によるものだった。ウィンゲートは非正規部隊を指揮した経験から、小部隊が航空機による補給を受けつつ敵地を深く、侵入する長距離停侵作戦を構想していた。ウィンゲートはこの作戦のために第77インド旅団を編成し、チンリットの通称を与えた。 チンディットとは、ビルマの寺院を守護する真珠、チンテに由来する名前である。九百四十三年二月八日、ロングクロス作戦が開始され、チンディット部隊三千二百名は七個渋滞に分かれ、インパール方面からビルマ北部へ侵入した。各渋滞は、アラカン山脈を越え、チンドイン川を渡り、情報を収集しつつ、鉄道や橋梁を爆破、一部はさらに、 イラワジ川を溶かし、中国国境近くまで進出した。日本軍は、第18師団を中心に、各地から部隊をかき集めて、相当を試みたが、チンリット部隊は、優勢な敵と遭遇すれば分散して交代するため、掴みどころがなかった。だが小部隊に分散すると航空機による補給も、難しくなる。3月24日、ウィンゲートは、各渋滞に交代を命じた。 4ヶ月間の作戦行動の末、インドまで帰還したチンリット部隊の将兵は2182名だった。作戦は戦略的には指して意味はなかったが、連合軍の部隊が航空機による補給を受けながら、ジャングルで長期間行動が可能であることを証明した。イギリスへ戻ったウィンゲートは英雄となった。チャーチルはアジアで傷ついたイギリス軍のイメージを回復してくれる。 人物であると称賛し、8月のケベック会談にも、随行させた。日本軍は、アラカン山脈とウ道ン,ン川を防壁とするという、構想が覆され、衝撃を受けた。特に総統作戦に奔走させられた第18、師団長、ムタグチレンヤ中将は、イギリス軍の拠点インパールを攻略せねば、ビルマの防衛は成り立たないという認識を持つに至り、インパール作戦を構想し始める。 スティールウェルト、マウントバッテン島南アジア連合軍司令部創設1943年1月、カサブランカ会談が開かれ、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領とイギリスのウィンストン・チャーチル首相は同年11月頃からのビルマにおける本格的犯行に合意した。イギリス陸軍は戦力を回復しつつあり、空軍は日本軍に対する航空優勢を確立していた。 イギリス軍はインパール方面及び南西沿岸部から米中連合軍は風魂加国及び雲南方面からの反抗を計画していた。だがビルマに関するイギリスとアメリカの戦略には根本的な不一致があった。イギリスにとってビルマの疾患は資源供給地であるイギリス領インド帝国への直接の脅威であり、さらには日本とドイツイタリアとの連携をも 可能にさせるものだった。また、イギリスの対日反抗の目標は、マレー、シンガポール、香港の脱海であり、その前段階として、ラングーンの脱海が必要だった。一方、アメリカにとっては、アジアへの経済的依存は、限定的だった。アメリカの関心は、炎症ルートを回復し、中国を連合国につなぎ止めることに向けられていた。8月、統一を目的として、 東南アジア連合軍司令部が創設された。総司令官には、イギリス王族で海軍中将のルイス・マウント・バッテン伯爵が就任した。チャーチルは,は、初め43歳という伯爵の若さを懸念していたが、経験豊かなヘンリー・パウノル陸軍中将が参謀長として補佐することになった。アメリカ側からはスティルウェルが副総司令官に就任した。 司令部はインドビルマに加えて東南アジア全域を統括するとされ戦略全般はワシントンの米英連合参謀本部が立案しロンドンのイギリス参謀総長会議を通じて伝達すると決定された中国軍新編第一軍誕生アメリカ人士官に訓練される中国兵その頃アメリカの中国戦略をめぐってはスティルウェルとシェンノートとが対立していた フライングタイガース司令官から昇格して、アメリカ陸軍航空軍第14空軍司令官となり、中国空軍を指導していたシェンノートは、中国戦線に戦力を集中すれば、制空権確保は可能であると主張した。戦力をビルマ前削のを絞っていた、小海石もこれを支持した。しかし、中国戦線での日本軍航空部隊との戦いは、 シェンノートの主張するようには進展しなかった。一方、スティルウェルは、ハンプ越えだけでは、輸送量に限界があるとして、北部の上、ビルマを、日本軍から脱回し、インドのアッサム州レードから国境を越えて、カチン州に入り、風魂加国からミートキーナ、南関に至る、スティルウェルロードと南関から流量を経由し、 昆明へと至るビルマ航路を接続したレド航路を早期に打ち通しすべきと主張した。スピルウェルは中国兵にアメリカ式の武装と訓練等を施して中国国内で30個師団、インドで数個師団を編成してビルマ、北部奪回作戦に投入し、その後さらに中国軍全体を再建するという長期的な構想を持っていた。 スティルウェルはインドに退却してきた中国軍部隊に、ハンプ越えで空輸された中国兵を加えて、ビハール州のラムガルーやエチで、新編第一軍を編成した。軍司令官には初めて同国、後に、孫立人が任命された。中国国内でも昆明に訓練所が設置された。蒋介石も、スティルウェルの主張を認め、ビルマへの再出兵を容認する。 ビルマ独立と占領政策のほころび、イギリス空軍によるビルマの鉄道への爆撃日本は、戦勝後のビルマへの独立扶養を予定していたが、戦勝の見込みは当面立たなかった。一方で、ビルマ住民の全面的な戦争協力を必要としていた。そこで、日本政府は、早期のビルマ独立の方針を具体化し、1943年3月10日、 ビルマ独立主導要項を決定した。8月1日、軍政は廃止され、ビルマは独立を宣言し独立記念式典が行われた。国家元首となったバーモーによって任命された、主な大臣は次の通りだった。ビルマ防衛軍はビルマ国民軍と改名した。オンさんが国防大臣に就任したため、ビルマ国民軍の司令官にはネウィンが任命された。 独立と同時に、日本ビルマ同盟条約が締結され、ビルマは連合国へ宣戦線復刻した。南シャン州がタイへ割上され、カチン州は防衛上の理由から、日本軍の軍政が続けられた。北シャン州については、気候風土や民族の違いから、ビルマから分離して、日本の永久領土に編入し、日本人の集団移民を送り込もうという議論があった。だが、 ビルマが明からぬ希望も強く、9月に日本政府は北シャン州のビルマ編入を決定した。日本軍のビルマ占領は副次的効果を生んだ。ビルマ南部では戦前、インド人地主が農地の半分を所有し、ビルマ人の大作実りに貸し付けていた。だが、イギリス軍と共にビルマ人の敵対行動を恐れた地主たちも、インドへ逃げた。 バーモーは放棄された土地をビルマの古作の王へ引き渡した。米の市場としては日本軍がおり、農民の負債は解消された。だが日本軍の占領政策にはほころびも出てきていた。日本軍が征服者意識を持ってビルマ国民に接し、彼らを下に見たことは否めない事実だった。また1943年以降、ビルマ全土に対する連合軍の爆撃が激化し、 ビルマ国民も被害を受けた。爆撃は生産活動を阻み、交通通信を途絶させた。流通の停滞とともに、農民は自家消費分の農作物しか生産しなくなり、次第に食料を不足が顕著になっていった。ビルマの僧侶は、日本軍が自分たちを戦舞工作に利用しようとすることに憤取った。日本式の仏教とビルマの上座部仏教とは大きく、 異なっていた。再退したり従軍したりする日本の僧侶など、ビルマの僧侶からすれば、想像を絶した。ビルマ仏教の教えから見れば、天皇崇拝や戦死者の慰霊祭は邪教であった。これらや天然痘の予防接種運動に動員されるのも嫌った。注射バリーを通じて、女の体に触れさせられるからである。日本人は、 仏教徒同士の連帯を期待したが、期待は空回りに終わった。日本軍とバーモー政権の関係も決して良好とは言えず、4月25日に南方軍ビルマ方面軍参謀副長、磯村武史良の示唆を受けた参謀部情報班所属の浅井徳一によるバーモー暗殺未遂事件が発生した。自由インドカリ政府ガンディーとチャンドラボース8月1日の 独立記念式典に参列した中に、スバス・チャンドラ・ボースがいた。インド独立運動のリーダーの一人だった、チャンドラ・ボースは、1943年4月に、ドイツから日本へ招致され、10月に、シンガポールで自由インドカリ政府の設立を宣言した。自由インドカリ政府は、インド国民軍の統率を委ねられるとともに、連合国へ宣戦復刻した。 1944年1月、自由インドカリ政府は、ランブーンへ進出し、インド進撃への熱意を示した。ビルマ方面軍創設日本軍も、ビルマの戦力を増強していた。それまでの、第15軍の4個師団体制では、戦力不足であるため、1943年3月27日、河辺正造中将を方面軍司令官として、ビルマ方面軍を創設し、 その下に第十五軍を置いた。さらに1944年1月15日、ビルマ南部担当の第28軍を、4月8日、ビルマ北部担当の第33軍を編成し、戦力は最大時で10個、師団、三個、旅団、一個飛行師団を数えるまでとなった。しかし広大なビルマを防衛することはそれでもなお、困難だった。第軍司令官、 タ田口中将は、連合軍の帰戦を制すべく、インパール方面で攻勢を取り、その間、アキャブ、風魂カ国、雲南方面では、最小限の兵力で自給するという戦略を主張した。1943年10月30日、中国軍新編第一軍が、風魂カ国人便の日本軍陣地を攻撃した。スティルウェルの構想する、レドコーロダツー作戦の第一歩だった。 連合軍の本格的反抗が開始されたのである。レド航路の経路インドで再建された中国軍 M3、軽戦車に乗って、レド航路を前進する中国軍連合軍は、風魂戦線で反抗を開始した。日本軍は、インパール作戦によりその規制を制しようとしたが、作戦は、惨憺たる失敗に終わり、ビルマ方面軍の戦力は、決定的に低下した。雲南では、 中国軍が土港を越え、へしゃげ、統と越の日本軍守備隊は包囲され玉砕した。米中連合軍は、レドコーローを達成した。風魂カ国は、ミートキーナに近い猛ンから新分ンを経て、インド国境のヘルパスに達する、東西30キロから70キロ、南北200キロの大ジャングル地帯である。米中連合軍がフーコンカ国へ進攻したとき、 ビルマ方面軍は、インパール作戦の準備に追われていた。風魂加国を守備する第18師団に対しては、インパール作戦の勝利の時まで自給するよう任務を課した。風魂加国の連合軍は、スティルウェルの指揮する中国軍新編第一軍とアメリカ軍第5307混成部隊だった。1943年12月24日、中国軍第38師は、 ユパンガを守備する日本軍を攻撃し勝利した。中国兵は日本軍の精鋭部隊に対する初めての勝利に狂気した。厳しい環境と日本軍の持久戦により風混での戦闘はノロノロと続いた。米中連合軍は日本軍の包囲殲滅に何度も失敗した。孫立人ら中国軍指揮官は補給の困難さを 理由に統制前進を行ったためスティルウェルを激怒させた。チンリット部隊は増強され、第3インド師団と改名されていた。1944年2月、風魂加国での米中連合軍の作戦を支援するため、チンリット部隊は2回目のビルマ侵入作戦、サーツデー作戦を開始した。3月5日、大量のグライダーを使用した空挺作戦により、3個、 旅団9000名がマンダレーミートキーナ艦に降下し、風魂加速で苦闘を続ける第18師団への補給路を切断した。だが、指揮官、オード・ウィンゲート少将は3月24日、飛行機事故により、不慮の死を遂げた。日本軍は再び部隊をかき集めて、総統に勤めた。第53師団の総統部隊4000人は、モール付近で、 チンリット部隊と激しい戦闘となった。チンリット部隊はモールに陣地を構築し、空輸された増援も含めた1万6000人が立てこもった。日本軍は4月初めに、軽戦車や重砲も繰り出して攻撃したが、ゲリラ部隊による機動戦と陣地戦を併用したイギリス軍の戦術に撃退され、18日に交代した。5月。 モールのチンリット部隊がインドへ撤退したため、第53師団は補給路の回復に成功したものの、陸路で交代するチンリット部隊を完全に補足することはできなかった。フーコンカ国では、第18師団が補給を回復したのも、束の間、カマインで退路を断たれ玉砕の危機に至った。6月末、第18師団は退路を切り開きフーコンカ国から撤退した。 第18師団の補足に失敗したことは、米英中の連帯不足が原因であり、スティルウェルにとって不満の残る結果だった。ビルマナン西部では、イギリス軍第15軍団が再度、アキャブへ向けて前進していた。日本軍は2月、アキャブ北方の新勢は盆地において、桜井徳太郎少将が指揮する第55師団桜井死体が、 東方から第七インド師団の即敗に進出し、正面からの師団主力とともに、これを包囲した。戦況は、第一次、アキャブ作戦の再来となるかに見えた。だが、イギリス軍は、戦車と野砲を円形に配置し、航空機による補給を行って、戦線を維持した。日本軍はこの空地一帯の、遠投陣地を崩すことができなかった。イギリス軍が救援を差し向けると、 日本軍は2月26日包囲を解いて交代した。作戦計画1944年4月のビルマの戦いの状況インド北東部マニプル州の中心都市、インパールはビルマインド国境部の用地であり、イギリス軍の反抗拠点だった。第15軍司令官、ムタグチレンヤ中将はインパールの攻略によって連合軍の反抗の規制を制し、さらに、 インド国民軍によって、インド国土の一角に自由インドカリ政府の旗を立てさせることで、インド独立運動を刺激できると主張した。ムタグチはさらに、ナガランド州ディマプルへの前進をも考えていた。これが成功すれば、ハンプゴへの延焼ルートを断ち、ステルウェル指揮下の米中連合軍への補給も断つことができる。ムタグチの案は、第15軍の参考師団に3週間分の食料を、 持たせて、インパールを吸収し占領するというものだった。そのためには川幅1000メートルの沈道院側を溶かし、標高2000メートル級のアラカン山脈を投破せねば、ならない。さらに困難な問題は、作戦が長期化した場合の前線部隊への補給だった。ビルマ方面軍は、当初、無田口の案を無謀と判断したが、南方軍と大本営は、最終的にこの案を指示した。 背景には、各方面で敗北続きの戦局を打開したいという、軍中央の思惑があったと言われる。公明第33師団は1944年3月8日に、第15師団と第31師団は3月15日に作戦を発揮し、インパールと小ヒマへ向けて前進した。作戦は順調に進むかに見えたが、この地域を守備していた。 イギリス第4軍団の交代は予定の行動だった。インパール周辺まで交代し、日本軍の補給線が伸びきったところを叩くのが、イギリス第14軍司令官ウィリアムスリム中将の作戦だったのである。3月29日、第15師団の一部が、インパールへの唯一の地上連絡線である、小島インパール道を遮断した。四月五日、宮崎重三郎少将の率いる、 不評第58連隊がコヒマへ突入した。だがイギリス第33軍団が反撃に移り、コヒマをめぐる戦いは長期化した。南からの第33師団の前進もイギリス軍の防衛線に阻まれていた。日本軍はイギリス第4軍団をインパールで包囲したものの、イギリス軍は補給物資を空輸して持ちこたえた。第33師団長。 柳田元蔵中将は、作戦中止を、意見愚審したが、牟田口は柳田を罷免した。第15師団長、山内正文中将は、健康を害して抗争された。やがて浮きが訪れた。日本軍の前線部隊は、作戦開始以来満足な補給を受けておらず、弾薬は月飢餓に瀕していた。第31師団長、佐藤幸則中将はたびたび軍司令部へ補給を、 要請するが、無田口は、空約束を繰り返すのみで、やがて両者が交わす伝報は、感情的な内容に変わっていった。激怒した佐藤は6月1日に独断で、師団主力を撤退させた。作戦成功の望みがなくなったにもかかわらず、無田口は攻撃命令を出し続けた。第33師団は、新しい師団長、田中信夫中将の指揮の下、 インパール南側の防衛線微シェンプールへの肉弾攻撃を繰り返すが死傷者の山を築いた。白骨街道を撤退した第31師団の最後尾を務めた宮崎重三郎少将は不評第58連隊を引きインパール救出を目指すイギリス第33軍団の前身を巧みな戦術で遅らせ続けた。だが6月22日、ついに イギリス第4軍団と第33軍団が小島インパール道場で握手した。7月3日、日本軍は作戦中止を正式に決定した。将兵は豪雨の中、傷つき疲れ果て、飢えと病に苦しみながら、丁寧に覆われた山道を退却していった。退却路に沿って死体が続くありさまは、白骨街道と呼ばれた。インパール作戦は、 イギリス軍側の損害17,587名に対し日本軍は参加兵力約85,600名のうち3万名が戦死、戦病死し2万名の戦病者が構想された。インパール作戦の失敗はビルマ方面軍の戦力を決定的に低下させた。また作戦にはインド国民軍7,000名が参加し、 占領地の行政は自由インドカリ政府に一任すると協定されていたが、作戦の失敗により、運産無償した。公明事件を起こした佐藤は、精神錯乱として扱われ軍法会議への起訴は、見送られた。ビルマ方面軍司令官、河辺昭蔵中将、参謀長中、英太郎中将、第十五軍司令官、牟田口レニア中将らは解任され、 後任にはそれぞれ木村平太郎中将、田中新一中将、片村四十八中将が任命された。ミートキーナの前線に補給物資を投下する、アメリカ軍の輸送機1944年7月頃の、雲南方面の状況。中国軍による統越、弊社下毛、平勝、流量の広い米中連合軍による、レドコーロ脱。1945年1月頃の、 上京ビルマ北部では5月17日、ガラハット部隊を中心とする空挺部隊と地上部隊がミートキーナ郊外の飛行場を吸収し奪取した。ミートキーナはビルマ北部最大の要衝であり、インド、中国間の空輸ルートの中継点でもあった。守備兵力は丸山坊安大佐の指揮する不評第114連隊だったが各地に兵力を派遣し、 手元の兵力はわずかだった。この気球に第56師団から増援部隊を率いて駆けつけた水上玄三少将,将に対して第33軍作戦参謀辻正信大佐は水上少将,将はミートキーナを死守すべしという個人宛の死守命令を送った。ミートキーナではガラハット部隊と中国軍新編第1軍よび新編第6軍の攻撃を 水上と丸山の指揮する日本軍が迎え撃ち激闘が展開された。だが、日本軍は限界に達し、8月2日、水上は生き残った将兵に脱出を命じた後、死死命令違反の責任を取って実決した。ミートキーナ飛行場の占領で、従来の危険なハンプ越えのルートは大きく改善された。攻防戦の最中にも、輸送量は7月には2万5000トンという実績を、 示した。8月2日、スティルウェルは大将へ昇進した。ビルマは独立を達成したものの、日本は戦争への協力を要求し、バーモーのビルマ政府の政策も日本軍優先とならざるを得なかった。また、インパール作戦の失敗により、日本の敗北は明白な情勢となってきた。8月1日の独立1周年式典で、オンさんは、我々の独立は、 神の上の独立に過ぎないと演説した。このごろおさんらは多方面の勢力との接触を持った、らしい。8月から9月にかけて、抗日運動の秘密組織、反ファシスト人民自由連盟が結成され、他近党、共産党、ビルマ国民軍をはじめ、農民、労働者の初団体、少数民族の政治結社も加わり、勢力を拡大していった。 日本軍はこの動きを察知できなかった。弾作戦1944年4月、小海石は中国軍のビルマへの再出兵を決断した。5月11日夜半、英立高大将を司令官とする16個市の中国軍雲南遠征軍がどこを渡った。守備する第56師団は、遠えヘへしゃげ猛、大螺かつ、流量などの用地を固めるとともに、 機動兵力による果敢な反撃を行った。しかし、中国軍は圧倒的な兵力を持って各地の守備隊を包囲した。ビルマ方面軍は第33軍へ第2師団を増援するとともにビルマルート社団の検事を命じ、弾作戦を発令した。第33軍は各地の守備隊を救出すべく反撃に移り、9月上旬に流量を買い囲いし、 平勝活守備隊を救出したものの、へしゃげ、猛と統越の救出はできなかった。へしゃげ猛、統越の戦いへしゃげ猛は、ビルマルートが土こを横切る、めぐみ通峡の近くの陣地である。陣地は、標高2000メートルの山上に位置し、深さ1000メートルの土庫の峡谷を隔てて、中国軍と向かい合う最前線だった。日本軍は、 不評第113連隊を守備隊とし陣地設備を強化していた。6月2日、中国軍がへしゃげ、もう包囲した時、連隊長、松井修治大佐は出撃中だった。金光慶次郎詳細千1270名の守備隊は4万1000名の中国軍の攻撃をたびたび撃退した。だが9月7日、木下正美中尉と、 兵2名を報告のため脱出させた後、へしゃげも守備隊は玉砕した。東一は、連隊長像へ、休み大佐の指揮する、不評第148連隊が守備していた。東一は、中正式の城郭都市であり、周囲を高地に囲まれ、近代戦の戦場としては守備の難しい規制だった。東一周辺での戦闘は6月27日に、開始された。 守備兵力は2025名、抗議する中国軍は49,600名だった。クラエは8月13日に戦死し、大玉里大尉が代わって、指揮を取った。8月下旬以降城壁は破壊され、市街戦が展開された。守備隊は9月13日に玉砕した。レドコーロダ2太平洋方面の戦局悪化により、弾作戦の目的も、ビルマルート社団の検事から、 交代しつつ、時間を稼ぐことに変わっていった。任務の変化に伴って、第2師団は、最後へ転用され、段作戦は、第18師団と、第56師団のみで継続された。ミートキーナ、ヘシャゲモウ、統越を攻略した、米中連合軍は、補充の後進撃を再開した。雲南遠征軍は11月初旬に、流量を攻略、ビルマ領内へ兵を進めた。 インド遠征軍は12月15日にバームを攻略した。第33軍は15対1の兵力差となる中、持給戦を続けた。1945年1月27日、雲南遠征軍とインド遠征軍はついにレド航路上で握手した。ー軍陥落から2年半、ビルマルート遮断は終わりを告げたのである。物資を満載したトラック軍は、昆明へと向かっていった。 目的を達成した小海石は中国軍を順次帰国させた。日本軍はイラワジ海戦で決戦を試みたが、イギリス軍に圧倒され全面崩壊の様相を呈した。温産が率いるビルマ国民軍も日本軍に対して重攻を向け、イギリス軍はランブーンを奪回した。退路を断たれた第28軍は敵中突破作戦を計画した。第28軍が 大きな犠牲を払いつつ、作戦を成功させた頃、終戦が訪れた。バン作戦メクテーラーへ向けて前進するイギリス軍第6・7ラージプターナ小銃中隊、ラムリー島へ上陸するイギリス海兵隊1944年のインパールでの戦いに勝利したイギリス軍はそのまま追撃に移ろうとしたが、中国方面における日本軍の大陸脱作戦による、 アメリカ軍航空部隊の配置替えにより一時的に満足な航空支援が受けられなくなった。そのため翌年までノロノロとした追撃戦が続いた。1945年1月、インパール作戦に敗れた第15軍はイギリス第14軍の追撃を受けつつ、ビルマ中部の中心都市マンダレー付近のイラワジ川の線まで後退していた。米中連合軍が レードコールローを達成した以上、ビルマの戦略的価値は大きく低下しており、日本軍でも大国境まで後退すべきとする意見もあった。だがビルマ方面軍参謀長田中心一中将は、第十五軍に番作戦を、第二十八軍に艦作戦を命じた。番作戦は、イラワジ川を防衛戦として、イギリス軍を機に応じて撃滅するという強気の作戦、艦作戦は、 ベンガル湾沿いを防衛する作戦である。だが、第15軍の4個師団はそれぞれ実力1個連隊の戦力にまで損耗していた。それを、イラワジ川沿いの200キロ以上の交渉面に配置したところで有効な防御戦闘は困難だった。さらに、ビルマ中部の大平原は、寒気には砂漠のような高涼たる大地に変貌する。 制空権を持ち機動力に富むイギリス軍にとっては格好の部隊であるが機動力を持たない日本軍にとっては苦しい戦場だった。メイクテーラー攻防戦、万作戦は出だしからつまずいた。スリムは第33軍団をマンダレーへ向かわせて日本軍を引きつけつつ2月17日第4軍団を沈道院側とイラワジ川の合流点の下流で渡かさせ、 第17インド師団と第255インド気候旅団を第15軍背後の要衝メイクテーラーへ向けて突進させた。機械化部隊の進撃速度は日本軍の想像を超えていた。メイクテーラーの守備兵力は急遽駆けつけた不評第168連隊の他は広報部隊ばかりで3月3日イギリス軍に制圧された。 日本軍はシャン高原から第33軍司令部を抽出し、これに第18師団と第49師団を配属してメイクテイラーの奪回を図った。日本軍はメイクテイラーを包囲し、肉弾攻撃と野襲を反復したものの、イギリス軍の機械化部隊に対して十分な対戦車装備を持たない、日本軍は一方的な打撃を被った。その頃マンダレーでは、 第19インド師団が市内へ突入していた。死守を命じられた第15師団は激しく抵抗し、市外戦となったが、幹部が相次いで死傷し、これまでと判断した片村48軍司令官は、独断で撤退を命じた。イラワジカ藩では、第15軍の将兵が連日演助に耐えて、苦闘を続けていたが、イギリス軍は、至るところから突破し、戦線は、 次第に全面崩壊の様相を呈した。3月28日、日本軍はメイクテーラ奪回を断念し、番作戦を中止した。第15軍はシャン高原へ交代した。ビルマ南西部では、イギリス軍第15軍団がアキャブへ向けて前進していた。ビルマ西部の防衛は、第28軍の担当で、第54、第55師団の2個師団だけだった。 日本軍は、アキャブからイラージ川周辺までに、重心の防衛線を張り、ラムリー島などの海岸地区を、自給地帯、ラングーン周辺を軌動反撃地帯とし、エナンジョンからラングーンまでの線の確保を目的とする、艦作船を発令していた。アキャブは1月3日に陥落したが、第28軍主力は、すでにここを撤退していた。ついで、イギリス軍は1月21日、 航空基地確保のためラムリー島へ上陸し、約1ヶ月の戦闘で日本軍を撤退に追い込んだ。第28軍は第55師団をイラワジ戦線へ抽出し、兵力は宮崎重三郎中将の率いる第54師団のみとなっていたが、アラカン山脈へ交代しつつ抵抗を続けた。3月17日、アウンさんが率いるビルマ国民軍の出陣式が、 ラングーンのシュエダゴンパゴダ前広場で行われた。バーモーは断固として敵を撃てと演説したが、すでにイラワジ戦線の崩壊によって日本軍の敗北は明白だった。アウンさんが日本と結んだのはビルマの独立のためであって日本と侵入する意思など持っていなかった。3月27日、ビルマ国民軍1万千名はアウンさんの指揮のもとアフフルの旗を掲げ、 日本軍に対して重口を向けた。日本軍は背後からも攻撃を受けることになったのである。バーモーのビルマ政府も崩壊の位置図をたどってゆく。1945年1月から3月のビルマ戦線の状況1945年4月から5月のビルマ戦線の状況いらわじ海戦で日本軍を粉砕したイギリス軍は雨季の到来前にランブーンを奪回すべく。 第33軍団が、イラワジ川沿いを、第4軍団が出端川沿いを南下した。日本軍は、第28軍にイラワジ川沿い、第33軍に出端川沿いでの防戦を、命じたが、防衛線は相次いで突破され、イギリス第4軍団の戦闘は4月25日に、ラングーン北方のペグまで到達した。4月23日、ビルマ方面軍司令官、 木村平太郎大将は、ビルマ政府や日本人居留民に対する処置も、明らかにしないまま、ランブーンを放棄し東方のモール面へ脱出した。大混乱の中、イギリス軍は5月2日に、ランブーンを脱回した。イラワジ川下流部で、イギリス第33軍団と戦っていた第28軍は、退路を断たれ、敵中に孤立してしまった。イギリス軍は次の目標であるマレー及び、 シンガポールの奪回のため、ジッパー作戦の準備を開始した。予定では9月9日に、クアラルンプール南西岸に上陸作戦を行い、9月末頃、シンガポールを奪回することとなっていた。8月には、作戦準備がかなり進展していたが、8月15日マウントバッテンは、すべての作戦の中止を命じた。第28軍は、イギリス軍のラングーンへの急進撃により、 大路を断たれ、ペグー山系に追い詰められていた。ペグー山系は、イラワジ川とシッタン川とに挟まれた、標高500メートル内外の丘陵地帯で、竹林に覆われている。武器が到来し、イギリス軍の作戦行動は、不活発となっていたが、第28軍の食料の手持ちは7月末が、限界となっていた。将兵は、竹の小屋で雨をしのぎ、竹の湯で上をしのいだが、 食塩の欠乏症に苦しんだ。食塩が欠乏すると筋力が低下し、しまいには立っていられなくなるのである。7月、雨季は最盛期に入り、河川は氾濫し、平地は沼地に変わった。ようやく兵力の集結を終えた第28軍は敵中突破作戦を計画した。闇に紛れてペグウ山系を脱出し、広大な冠水地帯を横断し、 増水した失端川を竹のいで渡るのである。失端川を防御していた第33軍は川を越えて第7インド市団へ牽制攻撃をかけた。戦いは胸の高さまで達する泥水の中で行われた。7月下旬、第28軍は十数個の突破渋滞に分かれて一斉に失端川を目指した。将兵はいかだに身を託して濁流へ身を投じた。 体力の衰えていた者は濁流を乗り切ることができず、水星に飲まれて流されていった。第28軍は3万4千名を持ってペグー3系に入ったが、失誕側を突破できた者は1万5千名に過ぎなかった。こうして第28軍が敵中突破を大きな犠牲を払いつつ成功させた頃、8月15日の終戦が訪れた。第17インド師団長。 クローサー少将へ軍刀を手渡す、第49師団長、竹原三郎中将。1945年10月幸福支武総会場、受ける日本軍兵士。1945年9月戦争は、ビルマの経済に大きな被害を与えた。鉄道は、機関車の85%を欠損し、ラングーンの港湾施設は破壊された。農民の生産手段も多くが奪われ、 農地は放置されて荒廃した。コンバウン王朝の旧王宮のあったマンダレーや勝者な文化都市メイクテーラは激戦地となって破壊し尽くされ貴重な歴史遺産は失われた。バーモーとチャンドラボースはビルマを脱出した。チャンドラボースはソ連へ向かおうとしたが台湾で飛行機事故により死亡した。バーモーは日本の新潟県に潜伏した。協力者は イギリス政府の報復を恐れたが、バーモーは1946年1月に GHQ へ出頭した。結局イギリス政府は罪を問わず、バーモーは8月にビルマへ帰国した。反乱を起こしたオンさんは1945年5月16日にマウントバッテンと会談した。イギリス側には、オンさんを殺人者として卒位すべしとする意見もあったが、 マウントバッテンはこの若き国民的英雄をぜひとも味方につけるべきと考えた。両者はビルマ国民軍がビルマ愛国軍と解消した上で連合軍の指揮下に入ることに合意した。日本軍の占領下でビルマの指導者たちの力は強まった。将なりとはいえ軍隊を運営し、統治の方法を学んだのである。彼らの軍隊はイギリス政府との独立交渉において無視し得ない。 力となった。オンさんは軍を去って、アフフル総裁に就任し、独立問題に専念した。だが、オンさんは1947年7月に暗殺され、ウヌーがアフフル総裁を引き継いだ。1948年1月4日、ビルマはウヌーを主犯として、独立を達成した。ビルマの戦いにおいて、イギリス軍及び、 英連邦諸国軍は戦死者14,326名、負傷者、行方不明、捕虜59,583名の犠牲者を出した。イギリスはビルマの戦いの最大の勝利者となり、英印軍の歴史の最後を栄光で飾った。しかしビルマは独立とともに、イギリス連邦から離脱する道を選んだ。最後のイギリス領インド帝国総督となった。 マウントバッテンは1947年8月15日、インドの独立式典に立ち会って、ネルウへ権限を移譲し、アジアから去っていった。ビルマの戦いでの中国軍は10万名が戦死、編成時3000名を要していたアメリカ軍、メリルズマ・ローダーズは、ミート・キーナの戦いまでの間に戦死、負傷、戦病を含め8割の損害を被った。アメリカは、 勝利によって、炎症ルートを回復し、中国を連合国につなぎ止めることに成功した。しかし米中連合軍が、レド航路脱油を達成した時、最大の功労者、スティルウェルの姿はそこにはなかった。スティルウェルは1944年10月19日、紹介席によって、中国軍における役職を剥奪され、ワシントンへ召喚されていた。 その理由はスティルウェルがルーズベルトを介し、中国軍全体の抜本改革を任せるよう要求したことに対して、蒋介石が反発したことが原因だった。もし、スティルウェルの計画が完全に実施されていたら、中国国民党軍が中国共産党軍に敗れることもなかったかもしれない。蒋介石政府へのアメリカの巨額の軍事援助は、水泡に返し、アメリカは、 中国大陸を制圧した共産主義政権と朝鮮戦争、ベトナム戦争を戦うことになるのである。ただし、トルーマン政権のアジア政策も、対中政策を最も重要視し、国境内戦の調停を成立させることによって、中国の大国化を達成しようとしたが、蒋介石は、最大の援助国アメリカの内戦回避の意向を無視して内戦を起こしたことでアメリカは、 中国の経済援助政策を打ち切り、さらに、アメリカも中国内戦から撤退したため、小解石自身にも火はある。日本は、敗戦により、アジアにおけるすべての領土的権益を喪失した。ビルマ方面作戦に参加した30万3501名の日本軍将兵のうち、6割以上に当たる18万5149名が、戦没し、 帰還者は118,352名のみであった。このような状況から帰還兵たちはジャワの国楽ビルマの地獄、死んでも帰れぬニューギニアと評したという。賠償と国交の回復ビルマとの間には1954年11月5日に日本とビルマ連邦との間の平和条約と賠償及び経済協力協定を締結し、 翌年4月の発行により正式に国交関係を確立した。この賠償に際し、日本との合弁事業によって国家の振興を図ることが検討され、戦争により破壊された鉄道、通信網の建設、内陸水路の復旧やラングルン港などの沈船の引き上げ、インパールの南方100マイルほどの地点に発見された彼和にある丹田の開発、戦争で破壊された、 アエン製錬所などが第21国会参院通商産業委員会にて検討されている。結局日本は2億ドルの戦争賠償と5000万ドルの経済協力をビルマへ供与した。戦争後、主要国でビルマと最も友好的な関係を維持したのはビルマの戦いに敗れた日本だった。ネウィンをはじめとするビア出身のビルマ要人は日本への親しみを持ち続け、 クーデターによって大統領となったネウィンは訪日のたびに南機関の元関係者と急行を温めた。これは南機関の遺産とも言えよう。1981年4月にはミャンマー政府が独立に貢献した南機関の鈴木、ケージら、旧日本軍人7人に国家最高の栄誉、アウンサンタゴン勲賞を授与している。戦後間もない時期にビルマの建物が ベストセラーとなった。このことについて、馬バ場バヒ彦は、日本人の加害責任を認めながらも、ビルマ仏教の平和思想を身勝手に解釈することで、責任の通格からは、免れているものと主張している。現在のミャンマーの国定教科書では、戦時下の日本を、ファシスト、イギリスを帝国主義者と記述している。1962年にはこの戦いに従軍し、 呂州として生活を送った歴史学者の間有事がアーロン重要書を刊行した。同書は基本的には創作物であるビルマの建物と異なり著者の体験記である。植民地支配の先駆者である英国人の昭和ル的な面に焦点を当てた内容で版を重ねてロングセラーとなった。中古文庫の裏表紙では西欧ヒューマニズムに対する 日本人の常識を根底から揺さぶり、西王館の再出発を余儀なくさせたと説明している。遺骨収集、異例上記の厚生省による集計の件とは別に、二十数万名以上の遺骨がビルマの戦績に放置されたと下記の国会で言われることとなり、遺族から収集のための尽力について運動がなされた。 その結果、バンドン会議に出席した黒川忍がビルマ政府の養老に働きかけたのを契機に第2本、遺族会、全日本仏教会などが活動を活発化させ、第22国会から第24国会において、海外同胞引き上げ及び遺家族援護に関する調査特別委員会で、インパールを中心としたビルマ方面への遺骨収集、異霊団の派遣が議論され実行に至っている。 当時衆議院議員になっていた辻正信もこうした遺骨収集への配慮を求めた。そして1956年1月末より政府職員6名、宗教代表2名、遺族代表4名からなるビルマ派遣団が派遣されている。なお、最初の派遣団が出発するまでに8万柱余りの遺骨が国内に送還されていた。 派遣団は2月18日マンダレーヒルを皮切りに、インパール、続いて3月13日ラングルーンで追悼式を実施した。この派遣団が収集した遺骨は1351柱、残りは8万7千0余りと考えられた。現地人もまた戦争の記憶が残っている時期だったが、対日感情は良好で歓迎を受けた。しかし、現地の治安が良好ではなく、収集団には、 軍の護衛がつけられている。また、インパール作戦に反対だった、片倉忠氏も遺骨収集に尽力した一人である。ビルマ戦線で亡くなった兵士の遺族等は、全ビルマ戦友団体連絡会議を結成し、1974年から、慰霊碑の混流まで3回にわたり遺骨収集を実施している。しかし戦場跡がインドとミャンマーの国境地帯であった、ことから、 民族対立が絶えず、外国人の出入りは厳しく制限され、遺骨収集にも障害となっていた。一方で、インパール作戦から半世紀余りが経過した1993年、同会議の働きかけ紙を結び、当時のインド首相、ナラシン・ハラーオンが来日時に混流を認めると発言し、インパール市ロクパチンのレッドヒルと呼ばれている場所に用地を提供。 美薬島の戦いで戦死した日本兵の慰霊碑混流と同年度の日本政府予算で混流が決定した。慰霊碑は菊武清君の設計で1994年3月25日に完成した。慰霊碑には次のような碑文が刻まれている。先の大戦においてインド方面で戦没した人々を忍び平和への思いを込めるとともに、 日本インド両国民の友好の象徴としてこの石踏みを混流するインド平和記念碑2010年現在でもキャラウェイツアーズのように異例ツアーをメニューに用意する旅行代理店がある。日本軍連合軍、小海石とスティルウェル日本、軍連合軍マウントバッテンとマッカーサー休息するメリルズ・マローダーズの兵士たち英語でも日本語でもビルマ語を原音通りに表記することは不可能である。 イギリス人はビルマ語を英語で表記する際に一定の音社原則を採用していた。日本軍はこの原則を知らずにビルマの地名を基本的にその英語表記をもとに発音し、かつ日本語で表記していたため一部の地名に関してはビルマ語の原音と日本語での表記とが大きくずれたものとなった。この表記は戦後出版された、戦記等でも継承され、 現在でも大部分の文献において使用されている。さらに1989年、ミャンマー政府は一部の地名の英語表記を古いビルマ語の発音に由来する表記から現代ミャンマー語の発音に近い表記に解消した。本項目では、地名の表記については特に断りのない限り、戦時中の日本風の表記を採用している。原音との対応関係は以下の通りである。 ありがとうございます。